皆さんこんにちは、ベーシストの藤井一郎です。本日の動画はですね、左手の押さえ方徹底解説2023ということでやっていきたいと思います。いきなり皆さんに質問なんですけれども、この左手で押さえるときにですね、人差し指、中指、薬指、小指とこう使うわけなんですけれども、このね、指の中でどの指が一番大切だと思われるでしょうか。はい、この質問にですね、即答できない方はですね、ぜひこの動画最後まで見てほしいんですけれどもですね、この中の指をですね、どれか一本ね、しっかりこう意識してね、押さえることによってですね、もう劇的に押さえやすく、そしてこう指が動きやすくなると思うのでですね、ぜひ気になる方は最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それとですね、僕がやっている16ベースサークルというですね、オンラインサロン型のベース教室がありますので、気になる方はぜひこちらご覧ください。それではですね、早速冒頭のクイズの正解から発表していきたいと思うんですけれども、実はですね、一番大切な指は親指でした。はい、お前親指をさっき押さえるって言ってなかったじゃんってね、思われた方多いと思うんですけど、いや、まあそこはね、そういうもんじゃないですか、 YouTube ってね。はい、実はね、親指が一番大事なんですよ。大事というか、親指ってのは実際押さえないじゃないですか。で、なんで大事かっていうと、親指ってこのネックのこう裏に置くんですけれども、このね、親指の置く位置、そして角度によってですね、押さえやすさっていうのがもう格段に変わってくるんですね。で、この親指の位置がとにかく悪いとですね、もうとにかく押さえにくい、力を入れなきゃ押さえられない、指が早く動かないっていうことに、なってしまうんですね。なので親指の位置もう超重要なのでですね、この動画でしっかりと正しい親指の位置をね、覚えていってください。で、親指の位置のですね、注意点を4つまず挙げたいと思います。1つ目、親指の位置はネックの中心。2つ目、親指の角度は左斜め上45度から90度。3つ目、親指の当たる場所は指の腹。4つ目、人差し指よりヘッド側にははみ出さない。はい、ではですね、1つ目の親指の位置はネックの中心から解説していきたいと思います。まずですね、よくね、このベース弾いてる方で多いのがですね、こうやって押さえてるんですけど、こうやってね、親指がなんか上からちょっと顔出してこう押さえてる人結構いるんですよ。でもね、親指の位置が高いと本当に力入んないんですよ。なので、もうしっかり親指っていうのは必ずあのネックの裏の中心ぐらい、こんな感じですね、これぐらい、はい、これぐらいの位置に置いてください。押さえ方の基本としてはですね、まずこう左手を出して、そして親指とね、中指でこうくっつけます。はい、こうね、丸めるっていうよりはくっつける、こういう感じ、もう狐みたいな、こんな感じですね。で、これをこのままこう持ってきてですね、こう押さえると。じゃあ例えば3弦3フレット押さえてください。で、これでこう弾く。はい、これが基本なんですね。で、こう指をね、立てすぎるのもあまり良くなくて、ある程度こうゆるっとこう寝かす感じがちょうどいいと思います。2つ目、親指の角度は左上斜め45度から90度。はい、これはですね、その名の通りですね、だいたいこの、こう見てください、親指こんな感じです。今45度ぐらいですよね、こっちのね。で、場所によって多少変わるんですけど、なんかこうやって押さえてる時は割と90度ぐらい上の方向いてる時もあります。この辺だと結構上向いてる時、この辺だと結構上向いてますよね。でも、よくあるのがこうね、真横向いちゃう人いるんですよ。こう完全にこう。これ本当に押さえにくいんで、もうね、やめてください。真横向かない。とにかく、45度から90度、これぐらいが正しい親指の位置になります。そして3番目、親指の当たる位置は指の腹。はい。これもね、大事なポイントです。こうやってね、ネックの中心にあったとしても、親指のこの指先で、こう押さえててもね、全然力入んないんですよ。しっかりこう指の腹もこの辺でですね、こうガツッと押さえる。もう親指が反る人はもうこんな、もう反る感じでこうグイッとね、親指をつける感じ。はい、
指の腹でしっかり押さえてください。そして4つ目、人差し指よりヘッド側にはみ出さない。もうこれね、めちゃくちゃ大事なんですよ。実はね、これも結構多くて、例えばですけど、3弦のじゃあ5フレット D の音を、まあ、人差し指でこう押さえるじゃないですか。この時にですね、親指がね、こう人差し指よりもヘッド寄りにこう行っちゃってる人いるんですよ。はい、こんな感じ。これね、めちゃくちゃ弾きにくくて、この後こう行ってももう指届かないんですよね。もうこんな感じになっちゃうんですよ。でも実は結構多くて、こういう無理な姿勢で押さえてる人、これそのまま親指をこうキュッてこう持ってきて弾けば全然弾けるんですよね。でもこうなってたらもう弾けないんですよ、押さえられない。なのでね、人差し指よりこうヘッド寄りに親指がいっちゃわないようにね、必ず気をつけてください。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。はい、この4つのポイントをですね、しっかりこう気をつけて正しくこう押さえればですね、あなたのこのフィンガーリングはですね、劇的に良くなると思いますので、ぜひぜひ試してみてください。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとですね、動画のコメント欄に動画の感想や疑問質問など書き込んでいただければお返事しますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。